純潔の立法が非常に重要なのはなぜでしょうか。霊に関わる非常に重要で根本的なこれらの原則が真実であると聖霊が皆さんに明かしてくださるよう祈っています。純潔の永遠にわたる重要性は天の御父が子供たちのために立てられた幸福の計画という広い視野に立って初めて理解することができます。すべての人は男性も女性も神の形に創造されています。人は皆天の両親から愛されている霊の息子娘です。したがって神の属性と神聖な行く末とを受け継いでいます。すべての人は地上へ来る前に神の霊の子供として神と共に住んでいました。御父の計画により神の霊の息子娘たちは肉体を得、地上での経験を積み、生命に向かって進歩することができます。私たちは肉体があるために前世では到底得られなかったさまざまな意義深く感動的な経験をすることができます。そこで他の人との関係、真理を認め真理に従って行動する能力、イエス・キリストの福音の原則と儀式に従う力は肉体を通してさらに強められます。現世の学びの場において永遠の生活に備えられるよう、優しさ、愛、親切、幸福、悲しみ、失望、苦痛、さらには肉体的な制約という苦難を経験します。簡潔に言えば、聖文に書かれているように肉において学ぶべき教訓があり積むべき経験があるということです。地球が創造された後、アダムはエデンの園に置かれました。しかし重要なことに、神は人が一人でいるのは良くないと言われました。そしてエバがアダムの妻、助け手となりました。幸福の計画を実行するには男性と女性の霊と肉体、精神と情動の独特な結合が必要だったのです。主にあっては男なしには女はないし、女なしには男はないのです。男性と女性は互いに学び、強め、祝福し、補うのです。この世に命をもたらす手段は神によって定められたものです。神がアダムとエヴァに授けられた最初の戒めは、彼らが夫婦として親になる能力を持つことに関連したものでした。産めよ、増えよ、地に満ちよという戒めは現代にも当てはまります。したがって男女間の結婚は前世の霊が現世へ入るための承認された手段です。結婚前の禁欲、結婚後の定説はこの神聖な手段を汚れから守るものです。生殖の力には霊的に重要な意味があります。この力を誤って用いるならば、御父の計画と現世の生活の目的が損なわれます。創造主である天の御父と御子はお二方の創造の力の一部を私たち一人一人に委ねられました。命を生み出す力を正しく用いるための特定の指針は御父の計画の中で非常に重要な要素となっています。その神聖な力についてどう思うか、どう用いるかによって現世における幸福と永遠の世における行く末がほぼ決定されるのです。ダリン・H・オックス長老はこう説明しています。この世に生命を送り出す能力は神がその子供たちに賜った思考の力です。その行使は最初の戒めの中で命じられました。しかしその御用を禁じる別の戒めも与えられました。神がご計画を実現される上で生命を生み出す力が果たす目的を理解すれば、教会がなぜ純潔の立法を強調するのかは明らかです。結婚という絆を離れてこの創造の力をどのように行使しても、それは男女に付与された最も神聖な属性を貶め歪める罪深い行為です。末日聖徒イエス・キリスト教会には普遍の標準があり、性的な関係は婚姻関係を結んだ男女間でのみ認められています。そのような関係は単に好奇心や
性欲を満たすためのものでもなく、自分中心の娯楽や遊びでも、相手を征服するためのものでもありません。それは人の神聖な特質や可能性を表す最高の方法の一つであり、夫婦間の情緒的精神的絆を強める一つの方法です。人は道徳的な選択の自由を祝福としていただいており、神からの受け継ぎによって神の子供であると言えるのです。私たち一人一人の中にはある程度生まれながらの人が力を振るっています。生まれながらの人は悔い改めず、肉欲や官能に溺れ、気ままでどう過ごしやすく、高慢で利己的です。生まれながらの人とは動物的な情欲に負け、霊的な心を曇らせてしまうこの世的な人です。それとは対照的に、キリストの人は霊的で、劇場をすべて制し、節度と自制心があり、情け深く利己的ではありません。キリストの人は神の御言葉をしっかりとつかみ、自分を捨てて自分の十字架を追い、忠実、忠順、救い主と主の福音に対する献身を示しながら、狭くて細い道を前進します。神の息子娘として私たちは神から神聖な能力を受け継いでいますが、現在は堕落した世界に住んでいます。アダムの堕落及びそれが霊と現世の生活に与えた結果により、私たちは罪や堕落、死の影響を常に受けています。それでも人は二つの部分からなっていて、永遠の部分である霊が堕落の影響を受ける肉体に宿っています。イエスが使徒ペテロに強調したように、心は熱しているが肉体が弱いのです。現世の試しはまさに次の問いに要約されます。自分は生まれながらの人の傾向に従うのか、それとも聖霊の導きに従って生まれながらの人を捨て、キリストの贖いによって聖徒になるのかという問いです。これこそが試しです。生まれながらの人の性欲、欲望、性癖、衝動はすべてイエス・キリストの贖いによって克服することができます。地上へ来たのは神のような特質を伸ばし、あらゆる情欲を制するためです。御父の計画の目的は、ご自身の子供たちに導きを与え、幸福になるのを助け、復活し昇栄した肉体を授けて身元へ無事に連れ戻すことです。天の父は私たちが光の中で共に生活し、希望に満たされるよう望んでおられます。対照的にルシフェルは私たちを混乱と不幸に陥れ、永遠の進歩を妨げようと躍起になっています。ルシフェルは私たちが暗闇の中で孤独を味わい、希望を失い、自分のように惨めになることを望んでいるのです。サタンは執拗に御父の計画の中で最も重要なものを歪めようとしています。サタンには肉体がなく、永遠の進歩が止められています。川の水がダムによってせき止められているように、サタンは肉体がないために永遠の進歩を止められているのです。ルシフェルは神に反抗したために、骨肉の体を通して可能となる現世のあらゆる祝福と経験を拒んだのです。肉体に宿った霊だけが学ぶことのできる教訓を学ぶことができません。全人類が文字通り復活を実際に受けられるということに憤りを感じています。御父が立てられた幸福の計画と人の霊的な成長にとって肉体は非常に重要なものであるので、ルシフェルは肉体を誤って使用するように誘惑して、私たちの進歩を妨げようと企んでいます。皮肉なことに、肉体を持たないゆえに惨めな状態にあるサタンは、私たちが肉体を誤用し
サタン自身のように惨めになるよう誘惑しています。サタンは肉体を霊的な破滅へ誘う試みの主な標的にしているのです。純潔の律法を破ることは重大な罪です。救いの計画を知り理解する人々にとって肉体を汚すことは背きの行為であり、自分が神の息子娘であるという真実を否定することです。永遠の世に目を向けるとき、サタンが進める偽りの交わりは一時的な虚しいことであることがたやすくわかります。アルマは息子シブロンに、劇場をすべて制し愛で満たされるようにしなさいと勧めました。重要なことに、生まれながらの人を鍛錬するならば、神と神の子供たちを一層豊かに深く永続的に愛することができるようになります。愛は義にかなった時世により増すのです。マリオン・G・ロムニー館長はこう宣言しています。心の清いもの、徳高いものに約束されている祝福以上に熱心に求めなければならない祝福が他に考えられるだろうか。イエスは最大の報いを心の清いもののために残しておかれたように思われる。彼らは神を見るであろうと主は言っておられる。そしてそのような人々は主にまみえるだけでなく、主の御前にあって安らぎを感じるであろう。救い主の約束を読んでみよう。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに神の前においてあなたの自信は増すであろう。また徳の道を歩むときこのように約束されています。聖霊は常にあなたの伴侶となるであろう。したがって純潔の律法を守るならば、現世で受けられる最大の祝福のいくつかを賜ります。すなわち家族、友人、教会員、そして最終的には救い主の御前に出るのにふさわしい霊的な自信を得られるのです。希望を持って光の中を歩むとき、貴族感が満たされるのです。皆さんの中には性的な罪やその他の罪を悔い改める必要のある人もいるでしょう。救い主は偉大な医者と呼ばれていますが、これには文字通りの意味と象徴的な意味があります。人は皆怪我や傷から生じる痛みを経験したことがあります。罪を罪悪感または良心の咎めをもたらす霊的な傷と考えてみてください。罪悪感は危険から身を守る警告となり、それ以上傷口を広げないようにする守りとなります。救い主の贖いによって霊的な傷が癒され、罪悪感が取り除かれます。しかし癒されるためには主イエス・キリストを信じる信仰を持ち、悔い改め一貫して主に従順でなければなりません。そうすれば良心の平安、慰め、霊的な癒し、再生を受けることができます。皆さんのビショップや支部会長は悔い改めと癒しを助ける権能を持つ霊的な医者の助け手です。忘れないでください。悔い改めの程度と深さは罪の性質と重大さに釣り合ったものでなければなりません。特に制約を交わした末日生徒にとってはそうです。深刻で霊的な傷を完全にまた十分に癒すには、持続的な治療と時間が必要です。これまでに述べた教義は世の多くの人々にとっては古臭くて時代遅れのように思われることでしょう。しかし主の真理は流行や人気、世論によって変わるものでは決してありません。
純潔の律法に従うならば、現世では幸福が増し、永遠の世では進歩が可能になると約束します。純潔と徳は現在もこれまでもそしてこれからも常にあらゆるものに勝って最も大切で尊いものなのです。主イエス・キリストの聖なる御名により証しします。アーメン。